コルネリウス・ヤンセンコルネリウス・ヤンセンは17世紀、メーデルラントのカトリック神学者。ラテン語風にはジャンセニウスとも書く。ヘルダーラント州に生まれる。1602年にルーベン大学に入学する。在学中はイエズスカイとミシェル・バイウスの神学上の争いに巻き込まれ、結局は後者のアウグスティヌス派に組みし、 後にアベド・サンシランと呼ばれるジャン・デューベルジェ・ドーランヌを友とする。学位を取得し、環境を変えてギリシア語を学ぶために、パリに赴く。バイオンヌ近郊デューベルジェの主教学校で、数年間は教鞭を取る。ヨカは、デューベルジェの初期の祖先について研究したり、教会改革について計画するのに費やされた。1616 16年に、ルーベンに戻り、 南ネーデルラントの新学生のための両学校で教える。ヤンセンはイエズス会から独立した学校組織を作ろうと試み、その意図を疑われてイエズス会により2回もスペインに送られ、2度目は危うく異端審問を逃れている。1630年にルーベン大学の聖書解釈の教授に任命され、1636年にイーペル教区の司教に任命された。 その2年後にヤンセンは死去し、著作、アウグスティヌス、人間の本性の健全さについてが、彼の死後の1640年に遺作として発表された。生前に公表された政治的文章としては、マーズ・ギャ・リカスがある。ありがとうございます。